さん、お待たせしました。はい、お待たせしました。いろいろ作るもの考えてたんですけど、結果いつも私が作ってる人参キンパと、あとまあハンバーグでイケビフォーテーズで作るっていうのと、あとピーマンの塩昆布あえを作ろうかな思ってます。イヤホンめっちゃ忘れるんだけど、え、声聞こえないですか今？結構今日料理するからさ、ちょっとイヤホンない方がいいなって思っちゃった。声聞こえます？これしない聞こえない？今どうですか？そう、今日はだから作り慣れてるものを作ろうと思って、で、いろいろね、もうね、人参、これ、まあ、まず人参キンパ使おうと思ってて、人参キンパを作ろうと思ってて、なんか時間かかったの。まず今日レッスンがいつもよりちょっとね、思ったより、まあ予定よりも遅く終わってしまいまして、そうでバタバタしてね、そうかスーパー寄って帰ってきて、でそっから準備してて、まあ、これちょっと間に合わないなみたいな、すごいバタバタしながらそうやってたんですよ。だからね、本当は20時からしたかったんだけど10分遅くなった。お待たせしました、すいません。そうでもね、今ね、いい感じに邪魔になってないの、だからいけそうです。これでやりたいと思います。お疲れ様です。バタバタです。で、え、だから20分ぐらいで全部この下準備したんですよ。20分もなかったかも。本当になんかでもスピーディーに結構できたから、まあ、そこをまあ皆さんには評価してもらえたら嬉しいな。褒めてもらえたら嬉しいな。はい、じゃあ人参キンパの材料ですね。まずこれが人参の、どちらかというときんぴらみたいな感じ、人参きんぴらみたいな感じのものを作りました。これ味付けは本当にきんぴらみたいな感じで、私は砂糖じゃなくて蜂蜜入れたんだけど、蜂蜜と醤油と料理酒とあとみりん、え、全部いったを入れて炒めたやつです。でこれね、でこれは今から混ぜなきゃいけないんだけど、ご飯とごま油とごまを混ぜます。やばい、ちょっとご飯だけね、めっちゃ最初の方に冷凍のものをレンチンしておいたので、そうだからそれでなんかごまとごま油をペペペペってかけて置いておいたんですよ。そう、蜂蜜はよく、なんか私は砂糖代わりに使うんですね。そう、私は蜂蜜、なんか砂糖よりもなんか蜂蜜の甘さの方が好きだなってそう思って、そうまたなんか違う気がする、砂糖とは。はい、ご飯できた。混ぜ混ぜ。よし、これできたのでご飯で、あとですね、じゃん、こちら卵です。卵を焼いておきました。で、これの材料たちを、シンプルなんですけどすごく美味しいから巻き巻きしていきます。
あった。美味しいんですよこれ。なんか私はこれをあの好きな韓国の YouTuber の人のやつを見て真似して作ってるんですけど、よいしょ。そうすごく美味しくてよく作るんです本当これは。あとほぼほぼ人参なのよ。なんかご飯もすごい少ないから量的には、だからすごいね、私はよく作る。なんか頑張った日とか、なんかレッスン終わりとかに作って食べますよく。よいしょ。で置いて、はい、今こんな感じここに乗っけてくよご飯。お腹空いてきた？乗せます。でご飯をまあとりあえず乗せて、ご飯粒の神様いるからね、ちゃんと全部乗っけないとね。よいしょ。はい、ちなみにご飯もち米いるよし、これを伸ばします。結構大きい海苔だから結構ね、あの伸ばしたら本当になんかほぼほぼご飯ないもっとご飯乗っけた方がいいんじゃないってぐらいご飯を結構均等に乗せまして、でもいつも海苔巻き作る時自分しか食べないじゃん、だから自分だけだからいっかみたいな感じで結構あの適当に巻いちゃうんですけど、今日はいつもよりも丁寧に巻きたいと思います。ちょっとこの状態をまず見せようかな。めちゃめちゃわかる、ね、なんか料理とかさ基本一人だとさ、まあ自分しか見ないしみたいな感じでちょっと手抜いちゃうじゃんそういうところ。よいしょ。はい、ご飯をこんくらい、本当になんかほぼほぼご飯なくないってぐらいペタペタって、本当に少ないよねこう見ると。乗っけて、でここにまず卵を乗っけるよ。あ、いや待って卵が半分で割れちゃった。見てほら綺麗にくっつけたのに半分になっちゃった。こんな感じに、ちょっと箸を雑に持ちすぎて悲しい、分裂したちゃんと卵焼き作ったのに。まあ食べれば一緒だよね、お腹の中入れば一緒だよねきっと。でこの量の人参をたくさん乗せちゃうよ、うん、なんかだから本当にこのキンパはですねほぼ人参です。本当にほぼ人参なの。だから人参もすごい美味しいし、ま、人参まんまで食べてもいいんだけど、まあこうやって一緒にした方がね、なんか食べやすいよねみたいな感じで。よし、ちょっとこんな感じ、ほぼほぼ人参人参の量やばいよね。でも私はいつも本当にこんくらい乗せる。これでもあの1本人参1本半分しかやってない。でもなんだっけ、本当のその実際韓国で出店屋台で出てるこのキンパもうこれ以上、そう多分韓国のそう屋台のキンパはこれ以上なんです。でも本当こんくらいの人参キンパ、本当に人参キンパなの。じゃあ巻いてくよ、巻いてきます。ちょっと見せられないけど、あ、でも見えてるか、手で押さえるよ。よいしょ、おお。ぎゅっ、よいしょ。ちょっと人参を
東京に。サランラップで固定して、はい、まず1個目はこんな感じで作って置いときます。え、人参に落ちた。あ、まあ、ちょっと若干ここに出たか。でも出てきたからこれをしまって、これをちょっと一回固定するために置いときます。美味しいんでも、はい、これを置いといて後でね切るよ。そう、キンパ1個目完成。まあ、これをそう固定して後で切りますので、ちょっとねこの机の上を一回リセットする。次のもの作るから次のものを持ってきます。ちょっと待ってね。よいしょ、ちょっと待っててね。これはそうね、これ後で切るもんね。ここに置いてあと箸だね。箸と、はいはい、行ってくるよ。続いては人参の塩昆布あえ。塩昆布あえ。イヤホンつけないと。続いてはピーマンの塩昆布あえです。これは本当にすごく簡単で。簡単でレンチンした、これはね親に教えてもらったんだけど、ピーマンをレンチンして塩昆布を入れて混ぜるだけなのでとても簡単なので、ピーマン本当はレンチンしてすぐ和えた方がいいんだけど、ちょっと時間経っちゃった。でこの、あ、そう、和えた塩昆布の塩昆布とピーマンにごま油をかけて食べたら完成。食べるまで入れて完成ってしちゃった。でもこれにごま油をかけて、そう、これにごま油をかけたら完成です。お手軽。うん、でもすごい美味しいのでおすすめ。簡単。3分クッキングみたいになっちゃった。でこれにごま油かけたら終わりだから、ごま油がでも上にあるんだよね。置いとくね、ちょっと待ってね。そう、ごま油がいいよね。よし、次。やっぱりごま油かけるところまでやろうと思って持ってきた。これくらいかな。やばい、食べたくなるこれ。美味しそう。今日たくさん動いたからね。はい、完成。で続いてがですね、割合は好みです。好みです、本当に好みです。早いよね。で続いて今回のメイン、全部メインみたいな感じだけど、今回のメインハンバーグ。ちょっと持ってくるね、材料いっぱいあるから。よいしょ。
しょ、あ、まだあった、はい、お待たせしました。ここに切った人参と玉ねぎがあります。ピンクのボール、いつもはね、あのさっきの人参しりしりみたいなの入れてた、そう、中にあるんだけど、今日はあのちょっとなんて言ったら AKB、 あの文字を書きたいと思うので文字を書きたいと思うので、そう、たくさんでね、あのいつも私人参入れないの人参入れない、入れなくて、いつもハンバーグ作るときほんといろいろ入れるんですよ。その時にあるものを入れるのね。その豆腐が、今日なんか豆腐ハンバーグとも迷ったんだけど、冷蔵庫に豆腐がいっぱいあるから、だけどまあ豆腐ハンバーグじゃなくて普通に、そういつも人参入れないんだよね。本当にあるものを入れます。そのめっちゃシソがたくさんあったらシソ入れるし、なんかピーマンたくさんあったらピーマン入れるし、まあね、玉ねぎは絶対入れるんだけど、豆腐ハンバーグ好きな人がいる、いいよね、わかる、私も好きそうだから毎回結構冷蔵庫にあるもので入れてます。一回キャベツ入れた時もあったな、キャベツがたくさんあったらキャベツ入れたりとか、だから毎回違う。玉ねぎはマストで入れます。玉ねぎがマストで、それ以外は本当にそうあるもので作る。めっちゃだから目分量、あとすごい目分量です。でもハンバーグは本当何入れても美味しいから。ということで、まあまずはミンチ、これはね、牛豚ひき肉、牛も豚も入ってるひき肉ですね、はい、でございます。入れます。ちょっと今日箸で全部混ぜてる、よいしょ、はい。なんか文字作るからさ、どんくらい入れたらちょうどいいのか分かんなくて、そうミンチたくさん買ったんだよね。全部使わないよね多分。じゃあ意外とこれだけでも量多いもん。合いびき肉です。手汚れるの嫌なので箸で混ぜます。まあ結果文字作るとき汚れるんだけどさちょっと最初のいろいろ混ぜ合わせるときは箸使います。あの全部入れ終わったら手でいくんだけどね、ちょっと蓋とかにつくの嫌じゃんだからちょっと行けるところまで箸で行ってみようと思う。混ぜ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 。でも今回みんな結構他の人の配信見ましたか？見ました？みんな何作ってました？私調べだとハンバーグ作ってる人が多いっていう話を聞いた。ここちゃんと引いてるからね、引いてる上だから。見てない？まず結構朝作ってる子多かったよね。なんか朝食作った子とか、ひななさんパスタ作ってたんだよね。なんかそういう情報はちょこちょこ入ってきてる。あ、てんてんがキッチンでしてるんだ。あー、ビニール手袋でこねこね、確かにそうだね、いいね。あ、もぎおんさん餃子あり、確かにいいね。
や餃子も迷った。でも餃子一回してるからさ、なんか普通に料理配信じゃない時でも作ろうかなって普通に思ったからやめた。よし、結構混ざってきた。あ、てんてんが豆腐ハンバーグ作ってるって。おお、じゃあ豆腐ハンバーグじゃなくてよかったかな。それか逆に一緒の方がよかった。空気抜き、私空気抜きちゃんとしないダメだよね。でも空気抜きちゃんとしないんだよね私。パン粉入れちゃうよ。え、一緒の人いる、嬉しい。え、なんかしなくてもね全然美味しくできるよえ、本当にそう。逆に空気抜き、まあ、空気抜き大事なのかもしれないけど、なんかしなくても全然美味しくできるよ。あんま崩れないかな、なんか形作ってちゃんと。そう、普通にできるよ。こんくらいかな。え、ほんとほんと、だって結構作るけどさ、全然しなくても美味しくできるもん割れない、あんま。そんな大事、まあ大事か大事か、だってマニュアル通りだとそれだもんね、やるもんね。はい、あ、やらかした、危ない。よいしょ、卵を割りました。ちょっとティッシュ、ティッシュ、ティッシュ。この中入れとこうかな。よいしょ。鉄人ですかちょっと力入れすぎた、いつもキッチンでやってるからやらかした。危ない危ない危ないよ。これで混ぜ混ぜするだけなんだけど、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。いつも料理する場所じゃないから。種も向こうで作ってくるべきだったかな。種全部向こうで作るべきだったかもしれない後で掃除しますわあ、ユーナーさんカプレーゼいいね。よし、じゃあこれで混ぜ混ぜだよ。あ、でもあと塩コショウも入れます。私はこれかな、塩コショウを入れます。で、混ぜ混ぜ。よいしょ。そう、下味ね、下味で。よいしょ。そう、何作ってもいいんだよ。カプレーゼ確かにいいな。おしゃれ、めっちゃおしゃれじゃないですか。なる何作るんだろう。え、皆さんなる見ました？てかなる配信始めてる？よし、まだ？なるまだか。何作るんだろうね。よいしょ。え、今悩んでることがあって深刻なことじゃないよ全然。あの、悩んでるんですけど、あのこれどうしよう、入れよっかな、悩む。これは入れたんだけど、これはさっき入れて、こっち焼肉のタレを入れるかどうかどうしようかな。今完全にさっき持つもの間違った、恥ずかしい。これを入れるか入れないか、なんかいつもほんと気分で入れてるんです、下味として。ちょっと入れるか。
入れた。美味しそうじゃない。そう、たまに入れる。入れない？あ、入れないって人いた。入れちゃった。下味としてなんかほぼなくなるかもしれないし、玉ねぎ結構水分出るからね。よいしょ。よし、さあさあ、これでなんか私としてのそのハンバーグ、今回の文字を作る上での作戦としては、手でいくよ。あ、ちゃんと手洗いました。そう、私の作戦としては、私の作戦としてはですね、なんかちっちゃい丸をたくさん作って、でそれをつなげてったら、あの文字がなできやすいっていうか、簡単にできるかなって思って。まあ、ちゃんと空気抜きもしまして、そう、みんながした方がいいよっていうことなんで、空気抜きもしてさ、ちゃんと。そうなんだよね。だからそうそうそう、そう、焼いたら崩れないかが、そうだから、あんまり大きい文字はできなくて、なんか本当にあの普通のちょっとちっちゃいハンバーグの大きさの、あ、まあちっちゃすぎるのもダメだけどさ、そうで、まあ作らないとなみたいな。はい、こねた。結構もできたから。で、これをあとは形作るんだけど。つなぎはね、入れてよ。卵入れた。卵とパン粉入れてる。ということで。よし、じゃあ、作るね。こんくらい？あ、でも、いや、もっとちっちゃいか。あ、でも、あ、わかった。一回普通に取ってやってみよう。確かに8飛び、なんなら8飛びも一緒にして、置くところを置いて、そう、結構量ね、いや、結構量作んないと文字作れないなと思って。え？できたよ。え、これいける気がする。あ、なんか分かった気がする。分かった。こんなに文字いらない、こんなに量いらなかったかも、肉の。なんか目安分かった気がする。え、天才かもしれない天才かも。あ、もうちょっと量いるか。どんくらいだっけ。次はね、 K。 え、なんかかわいい、マジ K。 あ、でも反転する？カメラで撮ったら、あ、くっついちゃった。反転しない？まあ、ノーマルカメラで撮ればいいのか。え、かわいい。続いて B だね、次 B。 なんかあっという間に終わりそうだな。なんかもっと苦戦すると思ってたんだよね。そう、
そう、焼いてる時に穴が潰れそうじゃない？なんか穴潰れそうだなって思った。それかなんか、アルミホイルでさ周りかたどって焼いたらどうかな。形あんま変わらなそうじゃない？なんか、それ良さそう。なんか丸の部分とか、B 難しい。B 難しいよ。 B B むずいな。B 難しい。 A とも難しそう。とりあえず今じゃん、 AKB ができました。落ちてきた。 AKB ができたから、次は48。ね、B が8に見える。でもいいんだ、もう。 安全にもうちゃんと出来上がってくれればそれでいい。私はもう4がむずいよね。4どうしよう。4どうしよう。 4って何？とりあえずここは切るよね。でも、この分量ならいけそう。なるほどね。なんか分かった。こんくらいでしょう。こんくらいでしょう。うわー、切れそう。くらい。見える？フォーって何って。 AKB4。 次。本当にね、だから本当にアルミホイルで形を作って焼こうかな。いや、なんかね、ハンバーグは広がるんですよ、結構。だから、あとね、8。逆に8はさ、ハンバーグ2つつなげる？ お団子2つつなげる。だからもうちょっとちっちゃいか。これとちょっと置いといて。わ、無理だ。見て、全然違った。思ったんと違った。思ったんと違う。どうしよう。8、もうなんか B になっちゃうんだよな、容量的に。そうなるよね。前8の日に8パンあったの知ってます？そう、8パン1回ある年があって、8とりあえず作ってみた。8、そう、8パンあったんですよね。なんか8パン作ってくださった方も難しかったんだろうな。よし、 OK。 これでちょっと置き方
失敗したけど44と4と8ができた。どうかな、 AKB48 は作れた。でもまだこんだけ種余ってるので、なんかちょっとちっちゃいハンバーグをたくさん作ろうと思います。ね、形の成形は成功した。え、でも一応念のためもう一個ずつ作っとこうかな。もう一個ずつ無理か。え、じゃあ一番失敗しそうな B と A とちょっと作っとこうと思う。4も作ろうかな。4も作っとこうと思う。あ、ピーマンの肉詰めね、作りたかったんだけど、あ、下の文字作る？ミウって作ろうかな。でも M がむずいのよ。 I は簡単やけど、あ、待って失敗した。それか普通にさ、なんか上から書いたら、あ、無理か無理か難しい。ひらがなのミウは無理だよ。ね、ハト作っとこう。ハト。あとは焼いてみての楽しみですね。身はもうダメっしょ。楽しい自由研究どうなるかな。あー MS ね、確かにそれもありですね。うん、ノーマルも作っとくね。ハンバーグノーマル、うん、ノーマル作っとこう。ノーマルハンバーグちっちゃくてかわいい。でも結構ちっちゃいのたくさん作ってるから、どう焼こうどう焼こうかな。ベシベシ、あ、落ちた調子乗りすぎた。タオね、料理するよ。そこそこやってます。結構時間あるときはやってる。なんか食べたいもののさ、まあ、お店で食べた方が美味しいものもあるけど、家で作って食べたいなってものとかあるじゃないですか。なんかさっき作った人参のキンパもそうだし、なんかああいう作りやすいものは結構家で作って食べます。あとお店だと濃いすぎるものとかあるじゃん。なんかコンビニだとちょっと濃いなとか、そういうやつは家で結構家で作ります。なんか自分の好きな味で。とりあえず全部やった、全部やったよ。ちょっと手を洗ってくるね。ちょっとごめんね、マイクやってる人今からちょっと音すごい上がると思う、ごめんね。はい、よいしょ。マイクすっごい、ごめんね。はい、で、どういうとこ。
で手洗ってきたので、ちょっとこの AKB48 に、あ、危ないよに、アルミホイルで固定したいと思う。固定します。本当自由工作だよね、こういうところ。とりあえずあの AB48K 以外 の穴が開いてる部分をどうにか固定したくて、団子にして入れとく。なんかね、形をとりあえず作りたいので、穴に合わせてな、こういう感じで穴が潰れないように入れていこうと思う。ね、ネタにしてもいいけど、なんか成功させたいな一応。そしたらさ、ちょっとはさ、なんか完成するかな、成功するかな。なる一人でタコパしてる？楽しそう。私も誘ってほしかったな。一緒にできたらよかったんだけど。ゆなもゆんさんもやってるし。一緒にすればよかった、タコパ。穴にチーズ入れるって。今言わないで。やりたかった、それ。さっきから人参入れればっていう人がいる。入れません、入れませんよ。とりあえず穴には入れるけどさ、ちょっと入れすぎたなこれ。よいしょ。確かにチーズ入れるの正解。どれかにチーズ入れようかな。そうだね、入れてみる。ちょっとじゃあチーズ持ってくる。よいしょ。ね、創作料理よいしょ。よし、お、見て、こんな感じで入れました。こっちも AKK 以外はちょっと入れました。はい、じゃあちょっとチーズ持ってくる。片付けするね、ちょっと。あとキンパ切ってきます。
じゃん。じゃーん、キンパ、ちょっと待ってね。見せますね。お待たせしました。キンパのね、完成形がこちらですね。これ見せようかな。じゃーん。美味しそうでしょ。これ美味しいんです、本当に。ちょっと盛り付けするね。よいしょ。じゃーん、キンパ、おいしそう、おいしそう、みんなに食べてほしかったな。じゃあ、はい、あーん楽できた。そう、美味しいからみんなも真似してみて。簡単作り方で、じゃん、チーズ持ってきました。だからチーズをね、どれかに入れ込みたいと思う。でもこれスライスチーズだからうまくいくかな逆にスライスチーズの方があれ、うまくいく。それかスライスチーズをあの上に乗っける？後で使おうかな。伸びるやつ、これとろけるスライスチーズって書いてあるよ。中に入れるか上から乗っけるか、どっちがいいと思う？そう、焦げちゃうじゃん。だからなんか両面焼いて最後に乗っけて、ちょっととろけさせた状態で、まあ、写真撮るだけになっちゃうんだけど、そしたらするか、そうそう、解剖か添えるか中に入れるか添えるか、中入れるか、中入れよう。じゃあ、確かにレンチンでもできるね。確かに上、じゃあハートのやつは上に乗せるとして、中にとりあえず入れようかな。え、どうす、どういうのがいいんだろう。こうして、あーあこれを2個に、2個入れようかな。じゃあ解剖します。いや解剖。あーってはい、はい、中に入れた。でもちょっとチーズど、あ、これか、これがチーズか。え、中から溢れ出しそうなんだけど、普通に溢れ出してきそう。え、チーズわかんない、どこに入ってるのか。ちょっともうロシアンルーレットみたいになっちゃった。いや、あ、ちょっとでかいのか、チーズがちょっとでかい、大きいんですね、チーズがね。よいしょ、はい、包んだ包んだ。うわー、絶対美味しい。今何時？今何時ですか、皆さん。てか、また手洗いに行かないとペタペタする。はい、じゃあこれで、それか9時？それか焼くところも皆さん一緒にいますか？焼いてるところ見せ出ないけど、なんかこれをとりあえずフライパンに乗っけて焼いて、でその間ちょっと離しといて、また時間になったらって感じで行き来しようかな。じゃあちょっととりあえず、なんか今みたいな感じになりそう。
手洗ってくる。よいしょ。よし、フライパン持ってきました。あ、すごいいろいろ見えちゃう、危ない危ないぞ。じゃあまずあの AKB生活音心地いいって言ってくれてる。じゃあまず AKB を入れようかな。成功したいと、ハートのお皿から。よし、じゃあこれでいってきます。いってくる。油の入れてきた。ジュージュー言ってる。よいしょ。戻ってきた。でもちょっと危ないから今一つ思いついたのが、ちょっと皆さんを真っ暗にいたしましてちょっとキッチンは見えない、あのいい感じの場所に移動しようと思う。そう、あ、ちょっと危ないので、だからちょっと行くね。移動します。よいしょ。ちょっとここから引いていこう。はい、どうですかね。じゃあこれで続けようかな。うん、いい感じ。でもね、料理したら見えなくなっちゃうあと有線取るね。あー、聞こえますか皆さん。うん、一応今弱火にしてやってるから、うん、いい感じ。今ちょうど聞こえる？
丈夫？更新した方がいい？あ、そっか。もういいや。まあ、続けるね。よいしょ、もう一つのお皿を持ってきました。よいしょ、どう？赤。よいしょ、よし、あとちょっと。聞こえるならよかった。ちょっと A をひっくり返してみる。なんかね、 A はいけそうなんだけど、B が不安。あ、B じゃない、 K。 よし、ちょっと火強くしよう。K だから多分フォーム怖いな、このまんまでいくと。よいしょ。で、これでちょっと焼こうかな。それでちょっと行きます。いつも水入れてやるんだけど、皆さん水入れてやります？そんな水入れない？音がいいよね。美味しそう。形は今のところ大丈夫、崩れてない。でもちょっと今ここのところ作ってみて不安なところが、AKB48 の4が不安。なんか4がね、ちぎれそうとかそう、 A はいけるのよ。 A は安心、 A と B が安心、 A と B が安心感ありすぎて、K が不安。油に飛ばない。今ね、蓋してる、蓋してるので、弱火で蓋してるので。4頑張れって感じ。いつも私ね、ハンバーグ蒸すの。そう、蒸してて、そうだから悩むんだけど、どうなるかな。10時までには作りたいな10時までには完成したいな。うん、でもいい感じっちゃいい感じ。お腹空いたわね。お腹空いたもん。他のみんな何作ってんだろう。てかもう完成してるかな、みんな。フライ返しあるよ。フライ返し。お腹空いてきた？ね、私もお腹空いてきた。お腹空いたって言いながら帰ったのに、意外となんかここまでお腹空いたの忘れて活動してた。ソースは作らない派。ソースは私はオーロラ派、オーロラソース派。みんな何派？何かける人？おろしポン酢とかもいいのかな。ケチャップ。おー、ケチャップか。ケチャップ意外と多いんだ。ケチャップが多い意外と。デミか。デミね。意外とおろしポン酢いない？意外とおろしポン酢いないね。私全然さ、肉汁に混ぜないよ。そういうなんかおしゃれな料理確かに作ってみたいけどね、いつか。全然作ったことないまだ。なるほど。私はもうずっとオーロラ。なんか普通に、なんなら、あ、でも私あれです、オーロラソースで食べる時もあるけど、何にもつけない
基本そういえば言われてみれば何にもつけないかもしれん。チーズ持ってくる。塩っていうよりか本当に何にもつけないです私。なんかこうやって多分あの下味としていろいろ入れるからだと思う。いろいろ入れてるから。あ、今度ハンバーグにケチャップ入れてみよう。美味しそう。あ、マスタード、マスタード私も好きだよ。あの全然話違うんだけど、バルサミコ酢が私好きで、そうバルサミコ酢欲しいんだよね。買おうかな。うわー、すごい、もうなんか肉汁がすごい溢れてんだけど。あと 1,2 分くらい置いてくるかな。でもすっごい、すっごい肉汁出てる。形がやっぱ微妙、なんか丸じゃないじゃん。丸じゃないからなんか切れ口から溢れ出しちゃってるみたい。結構でも K もA も B もいい感じです。ハートはまあもちろんなんだけど、いい感じ。あともう 1,2 分したら終わるかな。ちょっと携帯持ってくるね。いろいろ忘れちゃう。今15分だから17分になったら取り出そうかな。完成にしようかな。何この油にケチャップソース入れたら簡単ソースの出来。作ってみる。やってみよう。超超超超超いい感じね。どうなるかな。ねチーム4だから4の出来を一番よくしないといけないんだ私は。今日の使命それ。あとチームメイトだから48がうまくいけば最高でもともと A だったから、まあ、A がうまくいくのも嬉しいんですけどあ、かといって別にあの K と B がどうでもいいわけではなくてもう全部とりあえずうまくいけばいいなって思ってる。とりあえずもうこれ成功したらかなり嬉しい。サウンドいいね。音がいいんだ。いいね。いやこの体勢つらいでもこの体勢じゃないと映んないの。だから我慢しないと。何ケチャップソースとウスターソース入れると美味しいよって。赤ワインかないな。てかうちの家族、うちのおばあちゃんとすごい料理上手なんですよ。そうだからいつもなんか勉強になる。なんかママはママであのおばあちゃんが作ってる料理をよくなんかそうこれが美味しかったって東京でも作ってくれるのね。そうあと私スタイルいいって言われるけど多分それおばあちゃんのおかげあの山口県 の, あの家の料理のおかげ。だからママとおばあちゃんのおかげだね。ママとおばあちゃんの料理のおかげ。ほんとすごい料理上手なんですよ。なんか何でも作っちゃうのお店並みに。お味噌、なんか味噌も作ってるし、なんかいろいろ作るわけ。梅シロップも作るし、梅干しもなんか蜂蜜入りとか蜂蜜なしとかなんかそういう感じのやついろいろ作ってるし、そう本当に尊敬。煮物も上手なんですよ。なんかひいおばあちゃんも煮物が得意だったらしくて、それでなんか私の家の人みんな
煮物が上手です。キッチン筋トレ。やだ、キッチンで筋トレやだ。あ、18分になった。じゃあちょっと完成かな。いつかな。ここに置く。え、すごい匂いする。熱い、絶対熱い。熱いよ。これ蓋の置き方が毎回わかんない。教えてほしい、誰かに。はい。おお、いい、いい、いいじゃん、いいじゃん。できてる、できてる。できてる、できてる。あー、うまくいかないな。はい、まず K で A、K、B。 え、うまくいってるよ、すごい。あ、とととと、でもちょっとあとはアルミホイルをね、取り出さなきゃいけないんだけど、火を止めてここまでに途中経過。え、これどう見せたらいいんだろう。あ、完成はツイッターにて完成はツイッターにて、楽しみに、気にし、ちょっと楽しみにしててください。写真載せます。で、次は48を作んなきゃいけない。アルミホイルを摘出しないと。熱い、熱いよ、熱いよ、熱い、熱い、熱いよ、熱い、熱い、熱いよ。アルミホイルどうやって摘出すればいいんだろう。よいしょ。え、これで崩しそう。あ、あ、できた。熱い熱い、すごい顔してたよね、ごめん今。あ、でもやりたかったことは多分成功してますね。じゃあ完成を楽しみに。続いて焼きます。続いて焼きたいんですけど、続いて焼きたいんですけど、え、なんかこんなさ、なんか続けてハンバーグ焼いたことないんだけど、一回フライパン洗うべき？一回フライパン洗ってやるべきですか？次はフォーとエイトなんですけど、あと今ハートにチーズ乗せるの忘れてて、ちょっと慌ててました。よいしょ。一回洗うべきか、これは。一回洗うのか。一回洗うね。よいしょ。よいしょ。ちょっと蓋開けるこちらね。暑いからね。で、次の方の肉汁で、じゃあケチャップとウスターソースをかけたやつをやります。軽くね、熱いからやけどしないようにしないと。なんかなんだっけ、家庭科の授業で料理したときに、だいたいこのフライパン、熱々のフライパンを洗ってやけどしちゃう人がいました。気をつけないと。よし、オッケー、オッケー、オッケー。
今この多分やつに油入れたらきっと攻撃してくるから、ちょっとね、水を蒸発させます。あとちょっと、あとちょっと、お腹すいた。皆さん、お仕事お疲れ様です。はい、じゃあこれに油を入れて、はい、油を入れてハンバーグを焼くよ。結構チーズ入りの場所もちゃんと OK 分かってる。あとは8が難しいかも、意外と。あ、いけたいけた。あ、形崩れちゃった8。はい、次4ですね。4を、はい、はい、ちゃんと置けた。置けたのは置けたけど、あとはどうなるかなっていう感じだな。よし、焼いて、できるかな、うまく。不安でな。どうなるかしら。チーズハンバーグ、チーズが出てこなかったらいいな、ちゃんと。今のところいい感じ。わあ、どうなのかな。ひっくり返すのもね、意外とコンパクトにしたからいけそうかも。これちょっと強い、強いか、強いね。ひっくり返そうかな。で、蒸したいと思います。あ、いい感じ、めっちゃいい感じです。あ、いつでも、さっきよりもいい感じさっきよりもいい感じ。チーズがちょっと出てきちゃってるな。あかんな、これは。よし、えいと、えい、うまくいったよ。フォーが不安。おお、いい、いい感じ。よし、じゃあこれで火を弱めて、よいしょ、美味しく出来上がりますように。めっちゃいい感じにできてる。いけそうです。ね、いい感じ。あ、お腹すいた。え、ささめいくさんいる？ささめいくさん、ちょっと今日ササメイク T シャツ着てない。朝迷ったんだけど、そう、今日着なかった。何て言うの？
横だからね、暑くなっちゃう。あー、これさっきどんくらい待った？5分くらい？じゃあ32分くらいになったらやめようかな。メイド喫茶みたい。メイド喫茶行きたいんですよね。メイド喫茶行きたいな、私。メイド喫茶行きたい。ね、あ、声が遅れて聞こえてくる。更新するか。じゃあ一回ちょっと切りますね。ちょっとじゃあ一回切ります。声が遅れて聞こえるらしいので一回切ります。またね、すぐ始めるので入ってきてください。更新します。じゃあまたすぐ。更新されました？暑い。すごいごめんね、みんな、ランキングがね、更新されちゃったからゼロになったってことでしょ。ごめんなさい、本当にごめんなさい。ごめんね、ランキング入ってる人いたのに。だからでもちょっとやるから、ごめんなさい、本当にちょっと仕組みを分かってなかった。いつもこんなことしないからさ、仕組みは分からず、ごめんね。ね、でもこれ完成したらもう向こうに移動して、で終わります。終わろうと思うので、あ、やばい、待って、チーズ入りハンバーグが一つ、もうチーズが漏れ出てる。溢れ出てます、チーズが。なんかでもそのチーズが溢れ出てるところも美味しそうって感じる。美味しそう。溶け出てきてます、溢れ出てる、噴火してる。2分したら出そうかな。チーズアウトハンバーグになっちゃう。チーズインハンバーグじゃなくて。あとちょっとで完成。チーズが1個ぐらい絶対こんにちはするってコメントで言ったよって。確かにそうするよね。美味しそうだもん、めっちゃ。本当だ。なんかチーズでも3個中チーズ入ってるの2個だけ。あとはなんか上にチーズ乗っけてハートのハンバーグと、あとノーマルのハンバーグ一つ。だからちゃんとチーズ嫌いな人のためにも一つちゃんと作ってるんで安心してください。そろそろいっかな。いや、これ美味しいわ。これ美味しいよ。これ絶対美味しいよ。いや、これは美味しいわ。とりあえず AKB っていう文字だけ作るね。よいしょ。
これをリバース。じゃあ4からいくよ。はい。おお、いいじゃん。大成功です、これは。あとはちょっとあのアルミのねやつを取らなきゃ。大成功、大成功だよ。うん、嬉しい、嬉しすぎる。嬉しい嬉しい。ちょっとこれでこの余熱でハートの上のチーズを溶かそうっていう作戦なんだけど、うまくいくかな。溶けて、お願い。チーズ溶けてほしい。チーズが溶けてほしい。ハートもチーズつけてほしい。ちょっと火つけるか。でもなんかすぐ溶けると思うんだよな。なんかあれだな、もう溶けてほしくないチーズが焦げ出してる。でもこれで置いたらいける。文字の上にはチーズ抜けてなくて、ハートの上文字はね、もうね、あとねアルミ取ったら返せる。あ、でもいい感じに溶けたかも。あ、溶けてきてる、溶けてきてる。ね、念力、チーズ溶けろ。あ、溶けてきてる。そうだね、記念日にまだできたらいいかな。あとハンバーグで意外文字が作れるってことが分かったから作ろうかな。ハンバーグ全部食べきれないのでセーフ。危ない。タッパの中に入れるよ。ガッチャーンだった。ガッチャーンでもいけた。よし、おお、いい感じですって。いい感じですよ。よし、AKB48 の方にハートを乗っけて。でもこれ結構硬いんだよな。なんかこっちにつけたとか。あー、いいよいいよいいよ、いい感じだよ。よし、じゃあまあ完成は楽しみに。でチーズが、チーズアウトハンバーグをまず見て。チーズアウトハンバーグです。おいしそう、おいしそうでしょ。チーズアウトハンバーグもうほんと出てる、ほぼほぼ。でこれがまだ、あ、曇った。これがチーズインハンバーグ、まだ。でこれが何も入ってないノーマルハンバーグ。よし、オッケー。でこれでですね、あのケチャップと、なんだっけ、ケチャップとウスターソース。ウスターソースがないかも。ウスターソースがない。ピエン、お好み焼きソースならある。お好み焼きで代用できる？ウスターソースってどんな味だっけ？ワインもない。白ワインならあるかな。え、これでいける？ウスターソースってなんだっけ？やばいやばいやばい。じゃあケチャップとお好み焼きソースでやってみますね。これに、火はどんくらい弱火ですか？火は、どんくらいだろう、どんくらい。すごい、焦げない、大丈夫かな、これ。すごい反応してます。ちょっと入れる、弱火でね。嫌味だったよ、火つけてたわ。今
ぐらいで入れた2対1どっちが2？ケチャップが2？弱火でいってます。ケチャップが2ですか？味見ね、味見をします。ケチャップが2ね。ほぼおたふくおたふく圧勝です。これおたふく圧勝すぎて。これさ、あれ入れたらどうかな。醤油、醤油の方がいい。え、醤油か、醤油か、醤油、醤油入れてみよう。すごい、初めてこんなことしてる。こんなこと初めてすぎる。あんまこういうことしないんですよ普段。なんかマニュアル通りに作ってメニュー調べてみたいな、なんかこんな味見しながら混ぜたりとかしないんですよね。ケチャップをよくすればいい。いや私的にはもっとマイルドに、マイルドにしたいときってどうすればいい。今なんかケチャップの身が勝ってるんだよね。どうしたらいいのこういう時。やっぱゴールドソースが強いな。もう初めて作ってる私的に。貴重性じゃないかな。作ってみたい。でも今後なんかまたなんか作ってみようと思ったな。ソースはすごい。そう、甘みを追加したいんですけどどうすればいいですか。なんかなんかある一つの形にはなってるんですよね今。これかつけてみよう。これをおばあちゃんにも聞いてみます。作り方あ、でもいい感じにできました。完成。あ、みりんとお砂糖入れればよかったのか。ちょっと今度やってみよう。それは今回はやったんですね。はい、あと片付けもしないと。じゃあ、一旦終わるか。あ、でもちょっとあったかくないとさ取れない気がするので、ちょっと48のアルミ抜きを開始します。これから手術をします。まあ熱くないかな。お、熱くないか。 お、いいじゃん。いいよいいよ。お、いいじゃんすごい、いいじゃんいいじゃん。頑張ってくれた本当に。ハンバーグありがたい。できたできた。よいしょ。ちょっと待って。よし、おっいいんじゃない？これどうやって載せればいいの？写真。
成しました。あとは写真撮るだけ。ちょっと一回ちょっと待っててくださいね。じゃあ皆さん移動しますね。あ、ちょっといろいろ落ちてる。危ない危ない、いろいろ映ってた。光が戻んないね。ちょっと待ってね。まあでもなんか、きれいになった。油の近くにいたからかな。はい、じゃあ完成したので写真を撮って載ってたいと思います。ね、なんか撮り方も絶対重要ですよね、こういうのってね。写真撮って、なんか K が K に見えない。どうしようか、この角度がいいかもしれない。いや、写真撮ってるAKB48 ね、いい感じ。ほんと写真楽しみにしててくださいと。こっちか、よいしょ。あ、危ない危ないよと。終わった。じゃあこれでツイッターに載っけるので、まあ、とりあえず AKB48 がどんな感じに完成したかはツイッター見てみてください。暑い、意外と、あとメールも書かないとだからちょっと早めに終わろうと思う。じゃあイヤホンして、今日まだねメール一通も送れてなくて、よし、はい。そう、この写真はそうツイッターにねそう載っけるんですよ。と、いや、なんかお皿これで良かったのかな。え、お皿白の方が良かったの？なんかお皿ピンクの花柄のにしちゃったんだけどさ。これでよかったんって感じやわ。これでよかったんかな。飾り付け？そうだね、ピンク AKB カラー。なんか飾り付けとしてあのハートのハンバーグは作った。って感じ。ウェーン、え、
色味とか難しいね。なんかこだわっちゃう、なんか映え足りない。プチトマトとか葉っぱはあるよ。なんかキンパは多分これでいいし、このね、これもこれでいいと思うんだけど、ちょっとじゃあ葉っぱ持ってくる。でもメール書かないとやばい、ちょっと待ってね。野菜持ってきます。よいしょ。はい、緑を持ってきました。葉っぱ持ってきたから、よいしょ。葉っぱ洗ってるよ。ちなみにこれ洗ってるやつだから安心して。これをでもさ、どうのっければいいの？まず、お、しょ、わ、ケチャップついちゃった。めっちゃセンスだ。下に引けばいい？これ。お、いい感じになったよ。ちょっとはいただきます。いただきます。写真撮るね。ミニトマトない。でもその代わりケチャップ置いてるから許して。ああ、よくなったね。確かに、いい感じ、いい感じ。感謝だな。もうちょっと B が元気に、ちょっとどうしよう、なんか下に置くか。いっか、いけるか。いきまーす。本当にね、力作思ったよりも楽しい。なんか小学校の時、なんでこれ思いつかなかったんだろう。なんか自由研究でこういうのやりたかった。ミューディー書いてないんだよね。でもいい感じだよ。映えさせてます。いや、緑大事だね。確かに緑あるとないとじゃ全然違うな。今撮ってる、いろいろ撮ってるよ。おお、いいじゃん。これにしようっと。はい、ツイートするね。でまずなやばい、メール書かないの。作ったものをここで撮ったので、それも乗っけてみるね。
はい、オッケー。いいんじゃない？じゃあちょっとこれからとりあえずメール書いて、ちょっと自撮りもしとこう。でも見せちゃうよね。でも事故が起こりそうです。ちょっと見せたくない、まだ。見えた？見えた？大丈夫？見えちゃった？見ないふりしてください見ないしてください。見ないふりしてください。はい、じゃあ後でメールでも送るんで、ぜひチェックしてみてね。ということで、ショールームもちょっとこれにて終わりたいと思います。今日は長い時間だったんですけど、見てくれて本当にありがとうございました。ありがとう。じゃあランキング発表いきますねじゃあ登壇してる人からいきます。13位、ゆったんさん、13位おめでとう。そして12位がちよちよさん、12位おめでとう。そして11位がなんなんさん、11位おめでとう。そして10位がケントさん、10位おめでとう。そして9位がぬこっぱ、食いちゅかえよ。そして8位がみほさん、8位おめでとうございます。あ、おめでとう。そして7位がみなしぐはっちさん、7位おめでとう。そして6位が、あー順位変わっちゃった。11位にコム48さん、11位コプンカーで、10位がナナさん、10位おめでとうございます。で、ハッチさん言ったでしょ。7位がジアリングさん、7位おめでとうございます。そして6位言ったね、さっき。だから5位がリムさん、おいちゅかえよ。そして4位がオスワルドさん、2位おめでとう。そして3位がゆゆさん、3位おめでとう。そして2位が、おー、佐々木和則さん、2位おめでとうございます。そして1位が科学先生、いるちかえよ。はい、では14位から読んでいくね。ちよちよさん、ゴールド888さん、ホイホイさん、星侍さん、ウィンザーさん、ミッキーちゃん、フィンド 4B さん、上を向いて福丸さん、 J 田中さん、ヨンちゃん、テオネオさん、デスストーカーさん、ミカさん、ヒデジロさん、ポテチさん、キオウさん、ミュウの彼女シリーちゃん、カレカレさん、ユウタロウさん、ホアンさん、鉄道好きコナンさん、ミーシギシキリンさん、クマさん、ケンシンさん、プレシ、ミスターオルガンザカさん、うなどりみゆどんさん、ヒロさん、リーさん、マイピースさん、リックスさん、ヤマハさん、チェンジ DC、サノシ、バフさん、チャプリン710さん、ミューディーさん、ローソンジさん、ピーちゃん、ネちゃん、タイさん、チャレス・ブラウンさん、タックン、ゼルダさん、オガッチさん、ニップだし、ニューパラギシ、イグルイグルさん、フライトさん、加藤 BB さん、メタルピーチさん、もしも鳥だったらさん、山口ブルースカイさん、 KYS さん、青くん、 XD さん、 PTY さん、シゲアンさん、ブルーゴレムシ、ヘギョンニ、ウィジナッチシ、コッコさん、クマチャカさん、ミッチーさん、トットシ、マキーザンさん、ナベちゃん、ラブリーさん、タロちゃん、コウさん、トッキンさん、ユートシさん、レオさん、スーパーカビオシさん、あやかんちゃん、エイトくん、ヒビキさん、風林火山さん、ショウさん、ニスタ N8 さん、アース DX さん、ジョー B さん、サトルさん、さくらちゃん生誕祭さん、富尾の人さん、これなんて読むんだろう、修行さん、星星さん。はい、100位まで読ませていただきました。皆さん見てくださってありがとうございました。じゃあスクショタイムいきますね。
まず私からいきます。え、気づいてはいたけど、かわいい、ポチャッコいてくれるの嬉しい。かわいい、かわいいですね、ここサンリオかわいい。じゃあいきます。はい、チーズ。じゃあ皆さん、はい、じゃあスクショタイム。どうしよう、まだハンバーガー見せたくないから、いつも食べる人参キンパ、おいしそうでしょう。はい、じゃあ今日はこれにて終わりたいと思います。見てくれてありがとうございました。危なかった金庫はい、じゃあそれでは皆さんありがとう。写真アップするので楽しみにしててね。じゃあねー、おやすみなさい。さよじゃよラテリサドカンガン、おやすみなさい。だねー。明日の夜できたら配信します。じゃあねー。